ところ動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は福岡県朝倉市の原鶴温泉旅館豊富さんの家族湯にお邪魔しました。春の日差しの暖かい中、癒しを求めて伺いました。どうぞ最後までお楽しみください。国道386号線を福岡から大分方面に走って、右手奥にあります。到着しました。最高もあり、窓からの風が心地いいです。脱衣所も2人なら十分な広さですね。エアコン、扇風機、ドライヤーは設置。ボディーソープ、シャンプー&リンス、コンディショナーが設置。硫黄の香りもします。性質は分析表では単純温泉ですが、弱アルカリ性単純泉と単純硫黄泉が混ざり合ったダブル美肌の湯で、美肌・美白効果も期待できます。しかも天然ラボも含まれているので、新陳代謝を活発にし、血液や体液をきれいにする作用もあると言われています。トロトロした湯触りでお湯は適温です。気持ちいいですね。こちらは露天風呂の入り口です。お手洗いはこちらの方を利用させていただきます。許可をいただいてフロント周辺の写真を撮らせていただきました。こちらの本館にも内湯があり、かけ流し温泉付き和洋室もあるとのこと。宿泊者は家族風呂も無料で利用できるらしいので、機会があったら宿泊してみたいですね。楽しく過ごさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
もしよろしければ励みになりますので、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。